ウィリアム・ストロードのレディーフ彫刻。ニューナムの生メアリー協会にある壁画記念碑の一部、ウィリアム・ストロードは新京都革命期のイングランドの政治家。1624年から死去の1645年まで庶民院議員であり続け、イングランドをチャールズ一世が逮捕を試みたメンバーの一人でもあり、内戦では議会派として応答派と戦った。 デボンプリマスのプリンプトンニューナムで同名の庶民委員、議員ウィリアム・ストロードと最初の妻メアリン・サウスコートの次男として誕生。1614年にインナーテンプルへ入学。1617年にオックスフォード大学エクセター・カレッジに移り、1619年に学士号を取得した。1624年にベア・アルストン選挙区の庶民委員議員に選出され、 翌1625年、1626年、1628年にも再選された。議会でチャールズ一世の政策に反対。1629年3月2日には、庶民院議長ジョン・フィンチが、ジョン・エリオットのチャールズ一世の恣意的な課税や、宗教政策に対する抗議を拒否したとき、デンジル・ホリスラと共にフィンチを押さえつけて妨害した。 このため性質庁に起訴されたが拒否したため5月7日に新たな令状が発行され、チャールズ一世により、ロンドン島へ、東国、11年間様々な刑務所に監禁された。その間、チャールズ一世は、先制政治を行った。1640年1月に、国王の方針転換で釈放、4月の短期議会にて、ベアールストン選挙区で再選された。 11月の長期議会でも、再選、軍事指揮権を、国王から議会へ奪い取るオリバー・クロムウェルらン、国王派の格策に加わり、議会の大感想も支持した。ストラフォード・伯爵トマス・ウェントワースの起訴も追求した、結果、1642年1月3日に、チャールズ1世から4人の議員ともども反逆罪で、避難され、翌4日に逮捕される直前に、議会から、 ロンドン市内へ逃げ込み、逮捕に失敗したチャールズ一世が引き上げた後の11日に、議会へ戻り危機を脱した。ストロードは、チャールズ一世との妥協にすべて反対、議会に交渉を求める国王のメッセージを持ってきた、ジョン・カルペッパーを追い返すことを主張、戦争の準備を促した。第一次イングランド内戦では、エッジヒルの戦いに参戦する一方で、カンタベリー大主教、 ウィリアム・ロードの迅速な裁判手続きを求める庶民院員からのメッセージを貴族院へ伝え、自身も貴族院で賛成意見を述べてエセックス博、ロバート・デ・バルーの怒りを買った。1645年1月31日にウェストミンスター会議のメンバーに選ばれたとされるが、同年9月9日に死去。議会により、ウェストミンスター寺院で葬儀が取り行われたが、王政復古で、 遺体は聖マーガレット協会の庭の穴へ投げ込まれた。ウィリス、ブラウン、の父やパーレメンテリア、パート2、A シリーズをアリスツ・オブ・ザ・レプリゼンティティブス・イン・ザ・セベラル、パーロマンツ・ヘルド・フロム・ザ・レファーメーション1541、ツー・ザ・レストレーション1660、ロンドン、ピアニッシモ、229-239、ウェッジウッド、P17、P28、P42、P46、 P50 ガードナー P45 ガードナー P68 ガードナー P201 P202 ありがとうございます。